どうも、トリプルナインです。本日の動画はこちらになっております。ヒーリングッドプリキュアマスコット2全5種の方をご紹介したいと思います。ではパッケージの方を見ていきましょう。では開けます。はい、中身開けるとこのようになっております。マスコットがそれぞれ1つずつ入っております。そして食玩なのでガムが1つずつ入っております。味はソーダ味です。では1つずつ見ていきましょう。まずはキュアアースの方から見ていきましょう。全体このようになっております。女神様のようなデザインがとても素晴らしいですね。髪の毛の部分をよく見るとハートマークが描かれております。後ろ側をよく見ると髪を結んでいますね。続いてラビリンの方を見ていきましょう。全体このようになっております。塗装も完璧でとてもよく作られております。尻尾がとても特徴的ですね。さすがウサギモチーフのヒーリングアニマルです。続いてペギタンの方見ていきましょう。全体このようになっております。こちらも塗装が完璧でよく作られております。ペギタンはやはりこちらの前髪が特徴的ですね。続いてニャトランの方見ていきましょう。全体このようになっております。こちらも塗装が完璧でよく作られております。ニャトランの首周りをよく見ると星マークが描かれておりますね。ちなみにニャトランの前髪の中にあるおでこにはお魚マークが描かれているんですが、残念ながらこちらには描かれておりませんね。前髪の部分が動かないため見ることもできませんね。最後にキュアグレースヒーリングステーキバージョンの方見ていきましょう。全体このようになっております。前回のキュアグレースのマスコットと比べるとこのような感じになってます。そしてヒーリングステッキを持っているのと持っていないとの違いがあります。そしてもう一つは左目の方ですね。ウィンクしているのとしていないとの違いもあります。後ろ側に関しては全く同じデザインになってますね。以上でヒーリングとプリキュアマスコット2全5種の方をご紹介いたしました。ようやくマスコットシリーズに追加プリキュアであるキュアアースがラインナップされましたね。ヒーリングアニマルたちはとても出来が良くて素晴らしかったです。ということで今回これにて以上です。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。では、さよなら。